こんにちは。今日の前島ブログなんですけれども、別にね、クレーはどれ使ってもいいんじゃないかという話をしていきます。なんかね、ちょっとこれ私が言うのもなんだな、どうかなとも思うんですけど、あのね、まあそれはいろいろありますよ。クレーによって特徴って、含まれる粘土鉱物の違いだったり、含まれるミネラルの違いもあるんでね、こだわればこだわるほど、いやこういう時にはこういうクレーを使った方がいいとかってあると思うんですけど、別にね、どれ使ってもいいんじゃないかなって思うんです。結局ね、クレーの場合って吸着力なんですよ。クレーの働きって吸着力が強いか弱いか、まあだけじゃなくて、まあいろいろありますけど特徴はね。でもクレイの特徴、一番の特徴ってやっぱり吸着力なので、その強さと弱さなんですよ。なので私がクレイセラピーを始めてハマってこう今に至るきっかけっていうのが、正直どれ使ってもいいんじゃないかっていうところなんです。で、最初本当学び出した時に、ICA のクレイセラピーって6種類のクレイを使うんですね。ホワイトクレイ、イエロークレイ、ピンククレイ、レッドクレイ、グリーンクレイ、ブラウンクレイと6種類のクレイを使います。6個あったよな、全部で。そう、6種類のクレイを使うんですけど、最初分かんないんですよ、どれを使っていいか。で、私はその時に、検定講座を受講したんでね、検定講座は6種類のクレイ使うんですけど、一個一個使ってったんですよ、普通に分かんないから。で、使ってって感想としては、あ、別にどれでもいいんだなっていう感想だったんですよ。なので、その時にはまだね、自分がクレイセラピストになるかどうか分かんなかった、そこまでやっていくか分かんなかったんですけど、ただクレイセラピーを始めてみて、何かこう不具合が生じたりとか、体調不良をね感じたりとか、使おうと思った時に、最悪1種類でも全然クレイセラピーってできるんだなと思ったんですよ。なので、なんかその辺のこう手軽さというのが、なんかこう私がねハマってくきっかけになったんじゃないかなと思ってます。ついついね、もうこれもよく話すんですけど、結構アロマセラピーをハマってやってたことがあるんでね、アロマセラピーの場合って本当にこういう症状の場合にはこの物質だからこの精油みたいな感じで、いっぱい揃えなきゃいけないんですよ、数を。なので、いっぱい揃えなきゃいけないから、まあお金もかかるということと、精油は劣化をするので定期的に入れ替えをしなきゃいけない、もっとお金がかかる手軽じゃないじゃんっていうところがあって、まあやってたんですけど、対してクレイは最悪1種類、イライトのね、イライトを多く含むグリーンクレイとか結構使い勝手がいいので、グリーンだけ持ってればどうにかなるみたいな感じで、でしかもクレイは粘土なのでね、精油のように酸化をするっていうこともなく、特に期限を気にしなくて使えるっていう手軽さがあるんですよ。なのでめっちゃいいじゃんクレイと思って、結構ね適当な私がそう使うきっかけになったんですよ。なので、まあやっぱりこう講座をね開催していたりだとか、まあ、こうやっていろいろお話をしていく中で、こういう時にはこういうクレイを使った方がいいよっていうのは確かにあるんだけど、でも正直なところどれ使ってもいいんじゃないかって心の中では思っています。ということで今日はですね、あんまり私が言うべき話じゃないかもなんですけれども、別にクレイってどれで使ってもいいんじゃんって思っているお話をいたしました。